のし瓦が一面落ちとるんですよ。うん、どこ？あ、一番角のとこ、うん。あれが落ちると横の瓦も落ちてくるし、雨が入って、瓦ですね、うん、で雨が入ってくるとあそこから裏からお水が侵入してくるんで、はい、うん、まあいうのを止めてあげるアポイントを取ると。お客さんはあの気づいてないんで、ああいうで雨漏りした言うたら遅いよ言うて、基本やっぱ瓦1枚でも割れとったら雨漏りするんで、はい、これはもう屋根の化粧しないといけないね。瓦を化粧する、うん、セメント瓦だから。ああいうのを見て、はい、まあ問い直すんでどうですかみたいな。それが最初の糸たんポイント、アポイントで、そっからこの葉っぱが落ちて詰まるよっていう予防にもなるよと、はい、まあ、鳥のお掃除をするっていう名目で屋根の上に上がってしまうと、はい、でそっからああ瓦塗り時ですねっていうので、はい、鳥のお掃除を比較的安く、どれくらいでやるんですか？3000円から5000円ぐらいですね、1等分で、はい、1等分で3000円から5000円ぐらいでお仕事をさせてもらう。でそこでまあある程度お客さんと仲良くなって、はい、屋根の塗装どうですかとか、はい、まあ、駐車場移してもらって、普段車の出入りなさそうな家、どうしようかですか？ではもう下の苔具合やったりとか、はい、まあ、この門のシャッターの閉まってる感じとか見て、はい、まあ、車乗る人がおらんのやなとか、で年配がおるかなっていうんで、はい、まあ、狙われやすいというか、あの2階建ての右側のアンテナの下、はい、パネルが3つ、はい、でソーラーパネルのが大体1枚で換気扇が3台が動かせると、はい、って考えると単純に3つあるし、はい、9台は換気扇がついてる可能性があると、はい、でああいうの見て結構あの業者さんは、はい、機械のメンテナンスされてますかとか、はい、っていう入り口で行くと、はい、これは後半やられとるやつあったよ。わかる、わかりますか？わかる。あれ、君にダンテ塗っとれよ。アマドの戸袋、はい、ちょっと大理石チックな、はい、外紙みたいな色、はい、とこの手前の木、支柱、はいはい、波板を支える支柱、はい、あれはもう本来塗装するものなんやけど、はい、塗装するものなんやけど、はい、材料で言うたらあそこに使うものでは、うん、あんまりないな。あれ繊維、石調ですかね？石調、セラミックみたいな塗料なんやけど、基礎で塗るやつ、基礎とかこういうブロックに塗るもんであって、うん、はい、鉄具とか木具にあんまり塗るものではないかなって。まあ、そうですよね、コンクリートだったら。まあ、カポートも見た方がいい。カポートの鉄も全部塗られた。あ、お前むちゃくちゃよこれ、ひどっ。もうこれは単純になんかもう笑い話じゃないけどセンスが悪い。あ、黒そう、違う。そうそうそう、若干塗装の一環でつなぎでやってると思う。はい、言うたら失礼やけどちょっと馬鹿にされとるよねこれ。こんなにするよね。もう綺麗にやってる。あ、ほんまや、あとまあテレビの音量とかが外まで漏れてきたら、はい、年配の人が耳が取れ、今こう多分おばあちゃんがこの家セキュリティ会社のシール貼っとるとこも、はい、人数が少ない、はい、人数が少ないとこは貼っとる傾向がある。だったよ、今は同居になったけど、はい、当時は年配の人が一人で身内が心配して、はい、セキュリティ会社がついてますよっていう、その悪質系に対しての予防っていうか、はい、防御みたいな感じ。ああ、なるほど。めちゃくちゃあるんですね。ひどい、やべえ、マジでひどい。こんなにいっぱいあるんですか？うん。この辺でさっきの家を知らないのがいいんじゃないですか？行ってこかよ、ね、いや、そうですね、インタビューか。かわいそう。いや、かわいそうじゃない。かわいそうじゃないけど、でインタビューして、一番困るんが、ああいうのを指摘したときに一番困るんが、知り合いにやってもらっとるとき。うん。あれが一番困るとき。知った人にやってもらったんやけど、から始まって、連絡するなんて言われたら、
今度怒りの矛先がこっちに向いてくる可能性がある。なるほど。向こうから言ってきた場合は、はい、ふんふんって話を聞いて、はい、いやこれねえってちょっと用途が違うよって、はい、塗る材質が違うっつって言えるんやけど、ね、はい、あともう一つさ、あそこはサービスなんよって言われた時にもう言える。ああ、うん、あなたとかね、あるからサービスなんよ。けどあの量はサービスだよね。わからんじゃん。まあね、あの防虫ネットで、はい、鉄の目の細かい、はい、本当に網戸みたいなやつをつけて、はい、あのシロアリが入らんとか、はい、そういう名目でつけるんやけど、シロアリってめちゃくちゃちっちゃいんじゃないですか。うん、あのそんな根としたところでどうにもならないけど、はい、それを口実に外側に貼ったら内側にも貼らんといかんっていうので床下に入る業者さんが一時流行った。下水と並行して流行っとった、はい、それ専用の会社もあったし、はい、で正直いきなり行って塗装しませんかは本当にきつい。急に来た人が100万塗り替えしませんかってするわけがないし、ね、本当にタイミングが合えばおるんやけど中には、よっぽどタイミングが良くないと難しい。ラッキーパンチ、うん、で仲良くなったらやっぱり向こうからこう聞いてもらえ言ってくる、うん、これ最終最後、はい、最後これは、うん、まず駐車場がない、うん、どうだろう、免許証返納してるか免許持ってないか、はい、まあ、今日2階もまだ閉まってるからね、はい、そういうのってあんまり2階上がらないから、はい、若いのがいるかもしれないし、はい、うん、まあ家族は世界で駐車場を潰してるっていうのは、あの植物がバーッと置いてあって、ね、車がないから、うん、テントもされてないしね、まあ、うん、そうだし、うん、車を使わない世代、はい、アコーディオンポンピがあるな、はい、あこのあの鍵のところに白いテープ巻いてるでしょ、はい、あれでも開けれないようにしてるから使ってないというのが分かるね、うん、結構ありましたね。こういうそこを見てるってことですか。そう、それを叩き上げて。わかりました。すいません、ちょっと僕カメラ映れないんですけど、チャンネル登録でいいんで、すいません、お願いします。また見てねyou